3、2、1、へいらっしゃい。ヤミッシファイルナンバー222猫飼いの匂わせ。概論。猫飼いの匂わせは、対戦相手の敵及び集中力を鈍らせるテクニックだ。昨今、猫を飼う人々は急激に増えており、スシブレイダーの間でも空前のキャットブームが起きている。猫飼いにとって他の猫飼いはいわば同志であり、可能であれば戦いたくない相手である。対戦相手が猫飼いであれば、自身が猫飼いであることを所作及び外見から匂わせることによって敵意を鈍らせることができるというわけだ。もちろん、相手が飼っている生物に応じて匂わせる対象は犬飼い、ハムスター飼い、ウサギ飼いなどにシフトすればよいが、昨今の事情を鑑みれば、相手の情報がない時にはとりあえず猫飼いを匂わせておくのがベターである。集中力を鈍らせる仕組みに関しては事項で触れる。寿司テクニック運用。猫飼いの匂わせの基本テクニックは、猫の毛のまぶしだ。服に猫の毛を付着させることによって、相手に猫飼いであることをまず理解させる。猫飼いアピール自体はそれだけで完結するが、相手の敵意をさらに低減させ、集中力を鈍らせるためには工夫が必要である。私は服をスーツにし、身だしなみを整えることで清潔感のある人間を装うようにしている。猫の毛以外の身だしなみが完璧であるため、対戦相手は、ああ、朝家を出る直前に、猫に体をスリスリされちゃったのかな、などと勝手に想像を膨らませることとなる。この際、猫の毛はある程度コロコロで減らし、頑張って綺麗にしようとしたが時間がなくて取り残してしまった感を出すと効果は増すし、コロコロの毛は増える。相手に無駄な想像をさせることで、猫飼いの匂わせは集中力を削る矛となるのである。応用テクニックとして他に猫の爪の落とし、カツオ節かっこ減塩の忍ばせなどが存在する。猫飼いの匂わせにあたり、使用する寿司は当然猫飼いを彷彿とさせるものでなければならない。最近私が寿司として使用しているのは塚から外した粘着カーペットクリーナー、俗に言うコロコロだ。コロコロは日常的にカーペット等の掃除に使用し、毛が付着したものをそのまま使用する。毛だらけになったコロコロはその溢れ出る生活感によって猫飼いを我が家のリビングへと誘い、愛猫との甘いひとときをも体験させる精神侵食作用を持った寿司なのだ。なお寿司ブレードとしては弱い。猫飼いの匂わせもしきず、愛猫、矢印、折感、私、矢印、服従、霊俗、私、矢印、匂わせ、対戦相手、矢印、共感、対戦相手、想像、猫ちゃん猫ちゃん、敵意喪失、さらに集中力低下。相手の情報に応じた上級テクニックはいろいろだが、私が得意としているのは猫の尻引かれの匂わせである。猫に引っかかれたり、噛まれたりといった外傷を絆創膏によってアピールするテクニックだが、暴力的な猫を飼っていれば自然と成立する。参考までに、我が家で月に消費される絆創膏は100枚を超える。私は幾度となく愛猫に皮膚を貫かれ、その肉をえぐられているのだ。猫の尻引かれの匂わせのような上級テクニックは、その手間に比例して絶大な効果を生む。これまで私が猫の尻引かれの匂わせを披露した際には、対戦後 50% の確率で対戦相手と LINE 友達になっている。上級テクニックは実際に対象の生物たちと暮らしていなければリアリティを出すことができない難易度の高い技であるため、たくさんの生物たちと共に暮らすことを強くお勧めする。なお、私は猫、犬、ハムスター、カブトムシ、ピラルク、チャゴ、ウコッケイと共に生活している。みんな可愛いので、写真を見たい方は遠慮なく連絡してほしい。エピソード。私はこの猫飼いの匂わせや犬飼いの匂わせを使い、様々な寿司ブレーダーと友人になってきたが、相入れないものも存在したためエピソードに記す。当時、私は友人たちからお前と似た技を使う者がいると耳にし、なるほど、友達になれるかもしれないと思って人捨てに対戦を申し込んだ。お互いの情報が少ない中、当然相手は犬飼いか猫飼いを匂わせてくるだろうと踏んでいた。ところが、その日現れた人間の様子は明らかにそのどちらでもなかった。奴は白っぽいストッキングのようなものを頭につけ、鬼のような形相で、よろしくと言った。その時の私の混乱を、皆さんも理解してくれるだろう。こいつは何を匂わせているんだ、強盗か?と最初は考えた。しかし、強盗を装ったところで戦略上の優位には立てないことなど自明である。そこで私は、奴の腕を注視した。絆創膏や傷口の有無を探るためだ。そこで私は戦慄した。奴の腕は大きなあざと注射跡まみれだったのだ。
こういった場合、難病パターンと、薬中パターンがある。寿司ブレード勝負で道場を変えるのは難病だが、ではあのストッキングのようなものは何か。頭のおかしなことをして薬中を匂わせている可能性の方が高いだろうと私は考えたが、確証が足りない。あんた、寿司を出してみろよ。これで全てがはっきりする。もし薬中パターンで中南米の植物が出てきたら即刻親方に報告して破門してもらえばいいし、難病パターンで点滴を回し始めたら即刻119番して搬送してもらえばいい。私はコロコロを構え、様子を伺う。相手はこっくりとうなずき、縦笛のようなものを取り出した。縦笛。何を匂わせているんだと固唾を飲んでいると、奴はそれを口に当て、吹き始めた。日本では聞かない、珍しいリズムの音色に、私はますます混乱する。薬中パターンか、と考えた矢先、奴の胸元から何かが飛び出してきた。蛇だ。蛇はドーナッツのような円形になり、回転しながらシャイおそらく3、2、1、いらっしゃいのいと声を出し、私に迫ってくる。私は反射的にコロコロを射出したが、ヘビはそれをひょいとかわし、輪の中に捕まえてしまった。コロコロはヘビのボディに繰り返し衝突していたが、円筒型なので攻撃力に乏しく、全く効いていない。私は、果たして目の前の男がヘビ使いの匂わせをどのように行っていたのかを試案した。奴の頭を圧迫しているストッキングのようなものをよく見ると、鱗のようなものが見て取れた。あれはストッキングではなく、蛇が脱皮した後の皮ではないか。どうして被った？蛇使いにはそういう文化があるのか。それでは、腕にあるあざと注射痕はどうだろう。あざが大きいのは巻きつかれて締め上げられたものだからだろう。注射痕は血清注射によるものではないだろうか。つまりこの蛇は毒蛇。私は、この勝負の後に起こることに恐れをなした。蛇はその半径を縮め、コロコロを追い詰めながら私の方をギロリ、と睨んでいる。次はお前だと目で言っているのだ。突如来たしの恐怖に、私は自分が何をしているのかもわからないまま、袖口に仕込んでいた猫の爪をフィールドに向かって投げ込んだ。フィールドに届いた爪はコロコロに巻き込まれ、攻撃力のなかったコロコロをまるでスパイクタイヤのように変貌させた。その状態のコロコロと一度接触した途端にヘビはホップして逃れ、回転しながらコロコロから離れる。どうした？とどめを刺せ。ヘビは明らかにコロコロを恐れている。まるで天敵と出会ったかのよう。いや、そうか。猫はそもそもヘビの天敵だ。古代エジプトの人々は猫によって猛毒を持つコブラから守られていたという。今のコロコロは愛猫の毛と爪だらけ。このヘビには、目の前で回転するコロコロは爪を剥き出しにして暴れる天敵に見えているのだ。やがてヘビはその回転を止め、地面に伏せる。このクソヘビ、何のために血清なんて用意したと思ってやがる。何のためにこんな皮かぶってると思ってやがる。それは本当に何のためにかぶってるんだ。クソ、覚えとけよ。ヘビ使いは頭にかぶっていた皮をかなり苦労しながら外し、ヘビを置いて逃げ去ってしまった。その場に残ったのは私とヘビとコロコロだけ。私は無抵抗のヘビを捕まえ、すぐに動物病院へと向かった。結局、ヘビに大きな怪我はなく、現在は私と共に暮らしてくれている。この対戦相手のように共に暮らす友人を置いて逃げ出すような輩には、本ファイルで紹介した匂わせを使う資格はない。なお、愛病のエドワードが仕切りを破壊し、ヘビをパンチする事件が頻発しているためこのヘビの里親を募集する。とても頭が良く、寿司ブレードとしても優秀な子だ。皆様からのご連絡をお待ちする。分析、猫飼い小鳥。追記、闇親方から連絡が来た。闇寿司にエドワード三世を名乗る猫が入門したらしい。使用しているのは緑色の蛇。ファミリーネームが猫飼いでミドルネームが弁慶。どう考えても我が家のエドワードだ。闇親方は猫の猫かぶりに騙され、入門を認めてしまったようだが。そもそもどうやって外に？